染色,染色体凝縮、染色体凝縮、染色体凝縮、クロウマソムコンデンセーションとは、寒気の細胞核内に分散していたクロマチンが、細胞分裂器においてコンパクトな棒状の構造に変換する過程の交友、ついち。人の二倍体細胞内には22体、22X2 の次染色体、および XXR は、大の性染色体。 四4 6本の染色体 DNA が存在する。そこに含まれる DNA の全長は約2メートルに達する。DNA はまずヒストンと結合してヌクレオソーム構造を取り、さらに30ナノメートルファイバーと呼ばれるクロマチン繊維に折りたたまれる。換気ではこれが直径10から20マイクロメートルの細胞核内に収められている。分裂期ではクロマチンは 棒状の構造体に変換され、個々の染色体の識別が初めて可能となる。この過程は、19世紀末、ドイツの細胞学者、バルター・フレミング、ワルサー・フレミングによって精密に記載された。元来、染色体とは、分裂期に観察される凝縮した構造体を指す用語であか、近年では、その意味するところは広くなっている、染色体の項を参照。 高等動物細胞の分裂器染色体では DNA は約1万分の1の長さにまで折りたたまれている計算となる。例えば、人第8染色体には50ミリメートル超の DNA が含まれているが分裂器にはこれがわずか5マイクロメートル超の染色体に収められる。この作業は東京スカイツリーの高さに匹敵する細い糸を 乾蒸気のように、寒気において DNA はすでにクロマチン構造をとっているが、それらは細胞核内に分散しているため個々の染色体として観察されることはない。分裂前期に入ると角膜周辺から凝縮が始まり、やがて線以上の構造が観察されるようになる。 全中期で角膜が崩壊すると、凝縮はさらに進行する。中期までに凝縮を完了した、染色体では2本の姉妹染色分体が識別、可能となる。この一連の過程を総称して、染色体凝縮と呼ぶが、染色体の工事構造についての理解が進んでいない、ため、この後の定義は必ずしも明確ではない。染色体凝縮の過程は、原理的には、 以下の三つのステップに分けて考えることが可能である図に。しかし、これらのステップは同時期にしかも相補いながら進行するため、すべて合わせて染色体凝縮という場合が多い。このように染色体凝縮とは単に長さを縮めるための過程ではなく、ランダムコイル状のクロマチン繊維を組織的に折りたたんで棒状の構造体へ変換する。 家庭と考える方がより適切である。さらに重要なことに、この過程の本質は、分裂後期における姉妹染色分体の分離、セパラチオンを用意し、両極への移動に耐えるための強度を与えることにある。そのため、染色体凝縮の欠損は、染色体の分離以上を引き起こし、ひいてはゲノムの不安定化につながる。深核生物の染色体凝縮で、 中心的な役割を果たしている、タンパク質複合体がコンデンシンである、ツサン。コンデンシンは ATP アーゼ活性を持ち、ATP 過水分解から生ずるエネルギーを用いて、染色凝縮を担っているらしい。しかし、そのメカニズムの詳細については、不明な点が多い。また、染色分体分割の過程には、染色体腕部からコヒーシンが部分的に乖離することに加え、 DNA の絡み合いを得意、e、型トポイソメラーゼの働きが必須である。一方、最近の報告によれば、簡単な機質、静止角と6つの生成因子、コアヒストン、3種のヒストンシャペロン、トポイソメラーゼ E、コンデンシン I を用いて、単一染色分体、複製過程を経ない1本の染色分体からなる染色体を試験管内に再構成することができる。これまで、 分裂期染色体の構築は極めて複雑な過程であると考えられてきたが、その素反応に関わるタンパク質因子の数は限られているらしい。さらに驚くべきことに、カエル卵抽出液中では、ヌクレオソーム形成を抑えた条件下においても、コンデンシンに依存して染色体に似た構造を作ることが可能である。このヌクレオソームを持たない染色体は、 コンデンシンが集中した中心軸とその周辺に大きく広がったループ構造から構成されていた。すなわち、コンデンシンは染色体の形作り、シェーピングに対して本質的な役割を果たし、一方ヌクレオソームはコンデンシンが構築する染色体軸の周りに広がる DNA ループのコンパクション、コパクションに貢献しているらしい。クロマチン繊維が 分裂器染色体の中で、どのように折りたたまれているのかという問題は、未だに解明されていない。古典的なモデルとしては、回層性折りたたみ、モデル、ハイロキケルホールディングモデルと、ラジアル、放射状、ループモデル、ラジアルループモデルが挙げられる。その後、ポリマーモデル、ポリマーモデルや、回層性軸モデル、ハイロキケルホールディング、アクシャルグルーモデルが提唱されている。 この問題の理解が遅れている理由の一つは、分裂期染色体の構造を形態学的に解析する手段が限られていたことにある。しかし最近では、ハイシーと呼ばれる分子生物学的手法も適用されており、研究の進展が期待されている。一方、コンデンシンの分子活性をもとにして、分裂期染色体構築の数理モデリングとコンピュータ、シミュレーションが盛んに試みられている。 新生細菌はヒストンを持たないが多くのタンパク質と結合して各様対真核細胞の染色体に相当するを形成する。新生細菌では DNA ジャイレイズと呼ばれるトポイソメラーゼが負の DNA 調らせプレクティニミック型を導入することにより各様対 DNA のコンパクションに貢献している。コ細菌はヒストンに似たタンパク質を有し、 ある種の個細菌では 60BB 周期のヌクレオソーム様構造を観察されている。一方、深核生物の根シンに類似した複合体は多くの新生細菌と個細菌にも保存されており、核様体の組織化に直接関わっているらしい。実際その機能を欠損させると、核様体の構造異常及び分離異常が観察される。すなわち、原核生物においても、 染色体凝縮に相当する過程が存在し、この過程そのものが限られた空間内での染色体の分離に大きな役割を果たしていると考えられる。通用幻覚細胞には深核細胞のスピンドルに対応する分裂装置が存在しない。最近では廃止技術によってバクテリア型コンデンシンに依存した核様体の構造変換の動体がコールオバクター、カレクサ菌及び 大腸菌において解析されている。これらの知見は、染色体凝縮という過程を分子レベルで捉え直し、さらに染色体工事構造を進化的視点から理解する上で極めて重要である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。